認したい、うん、人、うん、あ、来た見てた皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんばんは。こんばんは、皆さん。こんばんは。ミノンです。こんばんは。ヘアメイクのナスです。ナスさんに今日はメイクしてもらいます。メイクしてもらいます。はい。はい。始める前に重要なことをお願いします。そうなんです。消毒します。はい。じゃあいただいてよろしいですか。そうそうそう。はい、こんばんは。今回はドルチェ&ガッバーナの水原宿の店舗からお届けしてます。12月11日にこの店舗でナスさんのヘアメイクアドバイス会が行われるということで、私もナスさんのメイクを一先先に体験させていただきます。ナスさんよろしくお願いします。お願いいたします。そのメイクアップアドバイスの会なんですけど、予約制になるので12月11日にドルチェ&ガッパーナさんでメイクアップカウンセリングをやらせていただくことになりました。で、それでアイメイクとチークのタッチアップを当日させてもらいます。で、リップは一緒に選んだりとかカラーの提案をさせてもらう形となっております。はい。で、ドルチェ&ガッパーナさんは4色入りのアイパレットのカラーがあるんですけど、すごい色がたくさんあって、ちょっと悩みに合わせてそれもセレクトしていこうかなと思います。はい、はい、ミノンさん、なりたいイメージはありますか？どうだろうちょっとかっこいいの好きです、結構、うん、そうよね。そう、あとなんか自分じゃ使わない色をどうやって、うん、使うか。確かにね。教えてください。はい、お願いします。今日は一緒にまず始まる前にちょっと選んだのがありまして、じゃじゃーん、こちらの青を使ってきます。これはですね、8番のアイシャドウパレットになっております。結構パンチが効いてるカラーなんですけど、でもしっかりのっけてあげると可愛い色だと思うので、こちらを今日は使っていこうと思います。お願いしますお願いしま す, お願いします。楽しみだね。楽しみ。でもこういうの使う？たまに使います。本当？なんか、うんうん、でもなんか毎日は使わない色っすよね。そうだよね、なんか悩むよね、どの色使うかみたいな。あ、で今日は、まあ、時間の都合もありまして、アイ、まあ、マスカラとフェイスまではもうすでに終わってる状態なので、今からアイシャドウ塗っていきます。お願いします。どの色から使おうかな。まあ、この4色あるんですけど、最初にこの、じゃあ一番鮮やかなブルーを入れていきたいと思います。何歳ですか？あ、17歳です。です。見えないですよね。すごいよね。いや、でも周りの子めっちゃ大人っぽい子多いです。本当？うん。私なんか全然もう20歳超えてるくらいの落ち着きがあるなって思ってたけど。結構でも言われる。言われる？なんか多分こういう仕事してるとでも大人の人と関わること多いから。うん、そうだよね。だからこういう仕事してる子みんな結構大人っぽい子多い気がします。確かに。うん。じゃあまず最初に。もう二重の幅にしっかり抜けていきます。あ、なんだろう、なんかイベントとかちょっとライブとか行くときとかにこういうのやるといいよね。テンション上がる。なんかいろいろなのがあるけど、結構意外と抜けたら可愛いかもっていうシャドウとか結構あるよね。そうですよね。紫とかも悩んだんだよね、どうしようかな。あ、そう、紫も悩んだ。まずこの二重のところにしっかり塗っけてあげて、でそこから上にぼかす、一番塗っけたいのはこの真ん中のところで、上にちょっとこうぼかす感じで塗る。で、目を開けてください。わお、わお。で、結構この
まあ、もともとりのんちゃんは目も大きいしはっきりしているので、それに負けないように横幅にも少し足していきます。ちょっとアイラインをこうピッて引くような感じで、でもなんかここまでしっかり色が出るのもなかなかないかな。そうです、めっちゃ発色いいですね。びっくりした。つけてみてください。こんな感じです。すごい。下のこれより両方一緒にやってってもいいかな、うんうん、力って。今日はね、お仕事だったんだよね。そうなんです、朝から。そして40分くらい遅れてきたよね。いや、全然そんなに20分でもしょうがないもんね、仕事だから。申し訳ないです、本当に。でもさ、髪の毛がすっごいしっかりセットされてて、カチカチ、もうこのまま出るとか申し訳ない。全然だよ、一回でも撮れてよかったよね。いや、マジで海上がりみたいになって一瞬こんな綺麗な感じになってますけど、さすがです。15分前までは結構いろいろバトルあって、ナッサンパワー感じました結構。でも一瞬諦めかけてはね、一瞬もうまとめるかもね、うん、このままでいっかみたいな。でもすごい綺麗、なんかいい色だね。めっちゃ綺麗。この上はあのなるべくこうこういう柔らかいタッチで向けてあげるとちょっとこうボケるので、でこういうあのなんでしょう、シャドウの先をん、そうチップのこれ先とかを使ってあげるとそこがしっかり乗るので、際とかはこの先を使ってあげて、全体はこの腹でこうポンポンポンと向けるイメージで。見えた？私の頭で見えてる。ちょっとこっちを見てもらおう。こっち。口見てください。すごいじゃん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 。可愛いじゃん。青。青い。で、次にこの一番ハイライトっぽい感じの明るい水色を目頭とこのまぶた全体に塗っけていきます。Y2K にも使えるかな、思った、ね、目開けていい、このまた流行ってますね。多いよね、服は多いけどメイクまでやってる人あんま見ないかも。そうなの、そこまで攻めたら完璧だと思う、うん、こういう目頭にはでもこれ白とかじゃなくてこれちょっとブルーが入ってるから、まあ、統一感、まあ、ワンカラーメイクとか今流行ってるんですけど、ブルーバージョンもワンカラーメイク、ちょっと目を開けてください。でこの目の際とかにちょっと入れてあげると光が入りやすいので、あ、かわいい。で次はこの2番目に明るいブルーを使います。なんかね、にのんちゃん、うんうん、これやるってなった時に、うん、にのんちゃんファンめっちゃ多かった。え、嬉しいです。なんか、え、にのんちゃん可愛いよねとか、ありがとうございます。にのんちゃんとやるのってなって、でもね、私がね、セレクトしたのモデルさん選ぶ時に、え、そうなんですか、嬉しい、似合いそうと思って、ドルチェ&ガッパーナ、だから、もしかしてできるかわかんないですけど声をかけていただけますか。あ、このさ2番目のやつはこのちょっとグラデーションみたいにしたいから内側にも仕込みます。二重の幅よりはちょっと狭めかな。そうするとブルーでもまた色味が違って深みがこう出るので、すごいね、色綺麗だね、うん、この際にもなんかちょっとこういう細いブラシとか使って入れてあげるといいかな。あ、これはここだけでもいいかも。こういうちょっと2番目に濃かったやつをこの二重の幅のとこに入れました。
上、下も、そうだね、下もちょっと入れましょうか。下はまずさっき使ったこの明るめの水色を、綺麗、めっちゃ綺麗だね。似合うね。やったね。上がるね。似合うから上がる。でもなんかほら乗っけてみたら、このままなんかイベントとかあったら超楽しいよね。わかる。どっか出かけるとかなった時。はーい。で、さっきの明るい色味のやつを、これですね、この明るいのを目の真ん中にも乗っけます。ちょっと涙袋感。そして指で一番明るいやつを目つぶってください。この真ん中に、いけます。いた。とか言って。はい。見えますか？すごい似合う。めっちゃ青。そんなメイクしたいって。かっこいい。ね、かっこいい。いいね、最後にこのなんか何もないブラシとかで、一回こう全体を馴染ませるようにやってあげると、パキッとした感じとかはないので、何もこれつけてないやつで、なんだっけ、なんて言うんだっけ、こういうの忘れちゃった、ぼかす、なんだっけ、もっとかっこいい言い方、かっこいい言い方ダメだ、プロ用語が出てこないけど、まあこうこうグラデーションなんかさ、ミックスさせてあげる感じですね。はい、目のどっちでアップする？あ、そうだね。見えますか？チャラン。あ、ライト。かわいい。やった。いい感じ。すごい。めっちゃ綺麗。ね。今使ったのは、これを使いました。もっと、なんか濃くしたかったら、こう一番濃い色とかで、この下のところを、塗ってさらに黒いアイライナーとかでグッて締めてあげても可愛いかも。そうそう、もうちょっとエッジが効いた感じ、うん、です。リップもじゃあ、ね、いきましょうか。お願いします。リップはこのアイメイクの後にまた違うのもつけるんですけど、ちょっとこのこれはグロスですね。何番ですか？330番のグロスと、ベースはどっちでしょうかな。110も良かったけど、110にしようかな。このちょっとやらんヌーディーな色味を使っていきます。お願いします。やってみます。あ、いいですか？ふわふわ、そうそう。まずじゃあどうぞ。あ、待って、あのあれつけてるもんね、ベースに。あ、そうだ、リップちょっとさっき仕込んだやつがあるので、はい、ちょっと塗ってもらいます。どんな感じになるか。結構しっかり、うん、しっかり塗ってみて、後で足すか。これめちゃくちゃね、馴染みがよくって、本当だ。しかもなんか塗り心地がいいんですよ、スルッとした感じで。そう、そこの色好き、かわいい、いい感じ。大人っぽくなる。いいね。大人っぽくなるってちょっと棒読みじゃないですか。感情を持って込めていきたいと思います。大人っぽくなる。でも可愛い。これなんかね、似たまんまの色が出るのが結構お気に入り。唇がさ、ニノちゃん、もともと色味があるよね。ちょっと赤みがある。そう。だけど、なんかちゃんと綺麗に乗ってるから、
わいい、かわいい、ありがとう。だからそう、今みたいに結構直で塗っても結構しっかり色が出るから、一回直で塗ってもらってブラシとかでちょっとこう形を整える感じの方が綺麗に塗れるし早いからいいと思う。そう、ネーディーなリップのままだとこんな感じ、まあ、これも可愛いですよね、すごい可愛いね、いい感じ、可愛い。これに、はい、このさっきのグロスを合わせます。まず合わせる前に一回じゃあチークも見れましょうか。チーク入れてちょっとヌーディー感で統一させよう。チークはどっちでしょう、いっぱいあるんですよ本当に、もうね選べないくらい。しかもなんかねちょっとこういう風に色味がこれ違うやつなんですけど、なんか似てて、でもなんか若干違うから、塗っけた時が本当にちょっとパール入ってたりマットだったりとかが違うから、選ぶのがすごい楽しいけどめっちゃ迷っちゃう、どれに使おうか。でもまあちょっとこのシャドウがすごいエッジを効かせてるから、ちょっとこのマット寄りの方のベージュ120番これを使います。なんかこのすごい色味をつけるってよりかは、ちょっとこうファってジャッて出てくるような感じのイメージでつけたいから、鼻とかにもつけたいし、なんかもうここしか塗りませんってよりかは、全体的なこのリップと肌との統一感を出したいので、全体的に薄くこう重ねていく、ちょっと日焼け風でもありつつ、でもこの目の下とかの下の方に入れてあげるとなんかすごい私的には可愛いなって思う。でもめちゃくちゃ色が出るわけじゃないからおすすめ。少し立体感を出すくらいの感じかな。なんだっけ、ローライト、そう、ローライトで入れるってよりかはチークでちょっと立体感を出す感じで、この鼻のとことかこんな感じで見えますか。ほら、ほんのりキラ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 はい、これにさっきの一番最初に紹介したこれをちょっとつけていきます。またイメージが変わるので、このままでも可愛いですけど、もうちょっと攻めたいって時はいいと思います。すごい、ほら見てください、綺麗、このまんまの色が出ております。あのブラシを使って塗っていきます。あ、でもまあ指でもいいかな、指で一回真ん中に塗ってちょっとだけこう合わせて、まあめっちゃ発色いい、そうめっちゃ発色いいの、全部重ねないでさっきのあの何ベージュのリップを活かしたいからグラデーション、これもジュワッと感じで、なんかグラスって意外と上に全部塗っけるようなイメージだけど、じゃなくてこの内側に少し足してまたちょっと合わせどっちかといったら下の方が少し面積がある方がなんかいいかな、うん、なんでいいかって言われると難しい、バランス的に説明するのかと思った、説明するのが難しいんだけど、上までつけちゃうとちょっと色が多すぎるかなって感じで、こっち側の内側だけつけてあげるとちょっと深さが出る、色味のさっきのまたベージュをちょっとだけ出そうかな、こ
こうフィックスさせる感じで。こんな感じですかね。かわいいですね。見してとか。ああ、いい感じ。そう、なんかちょっとだけ内側に少し乗っかる感じ。すごいいいですね。そう、かわいい。かわいい。全部塗っても可愛いんですけど、そういう場合はちょっとこのアイメイクに合わせた感じで今やってるので、なんかこの色さっきの見た目だと結構すごい色かなって思うけど、つけたら結構プラムっぽくって可愛いので、ね、おすすめ。はーい、感じ。その赤いリップどうしましょうかね。取ってから塗ります、それともちょっとこういう感じで下だけ塗りますか。マフラーで塗ってみてもいいですか。じゃあそうしましょうか。あ、炭酸？炭酸ちょっとしようかなみたいな。どういうこと？ちゃんとしようかな。下焼けてちゃんと。はい、こんな感じで、これがさっきのこれは8番ですねのアイシャドウメインでやってるメイクになります。なのでこの後また赤いリップに変えちゃうので、はい、こんな感じです。パンサかわいいって美味しいです。似合うね、かわいい、良いと思われます。ありがとうございます。で、次は素敵よね。赤いバージョンで、今度はこっちバージョンでいきます。じゃあ、はい、このリップちょっと一回リップだけ、はい、落としていただいてもよろしいですか。似合うね、ブルーブルー、こんな良くなると思ってなかった、ね、意外とね、可愛い、冬っぽいですね、意外と。確かにね。ありがとうございます。落ちてる落ちてる、はい。そうしましたら、今度は赤いバージョンいきます。赤テンション上がる、上がるよね。これでは670番、もう色が可愛いですね。こんな感じです。こんな感じです。これをまず最初につけます。あ、じゃあ、はい、お願いします。あ、任せてください。はい、お願いいたします。失礼します。しっかり塗っちゃってるんですから、めっちゃ発色くて今ビビってる。見して、本当だ、かわいい。でも手でぼかしたらね、へえ、また雰囲気変わるね。おお、すっごい発色いいね、本当に、うん。でもなんか私も実際使って自分でもやったんですけど、塗りやすいんですよ、リップがめちゃくちゃ。いや、ほんとクレヨンみたいな。そう、なんかスーって溶けていく感じがすごいね、かわいい。ありがとうございます。わー、すごいすごい。じゃあ赤いいですね。赤いいですね。この赤めっちゃいい。指で動かしてもいいし、ちょっとこういう綿棒とか使って少しだけラインを。意外と塗りやすかったよね、うん、塗ると。めっちゃすごいね、もうこれ綺麗。理想のマット、理想のマットだよね。そう、なんかリップ本当にどの色もそれぞれ塗りやすいし、ベージュなのに色が塗れとか、赤でもしっかりこの隙間なく赤くなるって感じがめっちゃ良くて、うん、結構感動的でした、使った時。ザ赤リップって感じですね。ザ赤リップ何番ですか。ですね、こちらは670番です。はい、そしてさっきのこれはもうツヤ程度でいきましょうか。結構綺麗に塗ってくれたので。すごい、やり方がお上手です。ありがとうございます、はい、メイク大好き。メイク上手だよね、思った。うす、うん、すごい。いつものんちゃんのインスタも可愛いんですよ、すごく。ハートハート
じゃあさっきと違ってこれはちょっと全体にいってみましょうか。さっきちょんちょん塗りしたから、うんうん、ね、子供の頃お母さんの化粧を盗んでやったメイクの格上バージョン、うんうん、確かに分かる。でもさあの赤どうしたらあったんだろうね、うん、なかなか今さここまで発色いいのとか探すの大変なのいつも。そうですね、うん、結構ありがたいですこういう色出てくれると。まあ際両際は結構しっかりした感じのまま残したいので上と下にこうしっかりのせるイメージかな。立体感出ますね。グロス立体感出るよね。たっぷり盛らせていただきます。はい、こんな感じです。かわいい。赤って自信つきますよね。つく。もうなんか無敵な気分にならない？赤になると。なるなる。レディーって感じ。いいですね。すごい可愛い。もう一回じゃあスクショして。今のちょっとリンクのください。こっちに両方お願いします。忙しい。スクショスクショ2個あるんだから。そうなんですよ。可愛い。どうですか。美人ですね。本当にとても似合ってます。ありがとうございます。という感じで、ちょっとこれでメイクがアイシャドウなくてもう全然可愛いし、まあ、こういう攻めた感じ。もっとグレーなシャドウパレットもあるんですけど、ありましたっけグレーなパレット。それもすごい可愛いんですよ。それも使いたかったんですけど、なんか今日はちょっと1回しかできないのでグレーにしたんですけど、あ、そうだ、ありがとう。なんかこういう、これもめっちゃ可愛かったんですよね。こういうのとかもつけてあげると、うんうんうん、赤の場合だったらいいかなって思います。なのでこれはもうこっちはどうしたっけ、うんうん、あとはメイクアップの分析を今日から用意したいと思います。すいません、カシャカシャ音が鳴りましたあ、そうですね、ここですか。はい、そうなんですよね。こんな感じで、今日はモデルさんのいのんちゃんにやったんですけど、実際も12月11日ですね、日曜日来ていただけた方は一緒に選んだりとかタッチアップもできますので、その型に合わせたのを、やっていきたいと思います。で、予約が抽選なんですけど、すでにもう開始しているので、ドルチェ&ガパーナさんのインスタグラムから、ぜひ応募してみてください。お待ちしております。参加費が18,500円と、こうすると18,500円の税込みで、このニコルのは何でしょうかちょっとお待ちください。こちらは23,000円あ、そういうことだ。あ、なるほど。参加費が18,500円で、はい、でオリジナルキット付きのお土産があるんですけど、それが23,340円相当なのでお得ですってことです、はい、それがアイシャドウとリップとキャップ2つで、キャップめっちゃ可愛いんですよね。キャップ、あ、そう、どれか選ぶ大変壊そうとしてる。それそれごと。これはどれ選べるんですか。この2つがついてくる。すいません、なんかこんなちょっとスタッフさんが壊した感じみたいになってるんですけどちゃんと取れるやつです。この2つがプレゼントでなります。で、ここにあるのはあれなんですよね、買えるやつなんですよね。そう、可愛いよね。めっちゃ可愛い。ハートのやつとかさ、ちょっとバッグの中で目つぶってても探せそうじゃない、この派手さ。あったミッキー。はい、ありがとうございます。な感じですね。このさっき使ったグロスがついてくるってことですか、うん、グロスもついてくるんですか。このリップが、このリップだ。このめっちゃ赤リップ。そう、リップがついてくる。この子薄日リップとキャップ2つとアイシャドウとなっております。チークとチーク、チークらしいです。フルでついてくるので、ぜひ皆さん、はい、よろしく
いたします。こんな感じですね、うん、そしてこういうメイクなんか自分じゃしないんで本当だよ、ね、楽しいです本当。最初ねちょっとあのベージュでいっとくとか言ったんだけど、そうそうそう、いやせっかくだったらせっかくだったら派手だよねってなったんだよね。そうなんですよそうです。あでそのメイクアップアドバイス会は、予約制でこれ9でしたっけ、9組限定のになってるので、撮影が抽選なんですけど20日が締め切りとなっておりますのでよろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、そしてなんかコメントとかちょっと見ますか、少し見ますか、皆さんさらっと見ますか、じゃあそちらお願いいたします。皆さんあすごいいっぱいくださってありがとうございます。あモデルさんめっちゃ可愛いって、そうなんですよ、めっちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。皆さんぜひブルー綺麗だって、ありがとうございます。品番を教えて、品番はでも今あれですよね、うん、はい、品番打っていただいておりますので見てくださいという感じで、まあお時間、お時間が過ぎました、過ぎ過ぎてますはい、でアーカイブ残りますか、残ります、アーカイブ残します。どのくらいでした、1ヶ月ですね、あ、1ヶ月、1ヶ月残ります。はい、はい、この辺でメイクを楽しみたくなるような、楽しみたくなるようなお願いします。この楽しみ、メイク好きだもんね、うん、メイク大好きなんです。チャレンジしてみるのは結構そういいと思う。だ、まあ、もしそのやりたいけど分かんないって多分思うと思うんですけど、まあ、そういうために私がいるのでぜひ使ってください。こういう色もできますよっていうことも言えるので、うんうんうん、なんか持ってるものにも合うのでもいいし、新しく探したいっていう感じで、まあそういうトライするような感じでぜひ来てくれたらいいかなと思います。思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ではお時間になってしまわりましたので、この辺でありがとうございました。ま大丈夫でしょうか、はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、間違えちゃった。これさ、バツをして、これなんかキャプションとか書いてもらえますかね。どうすればいいの、どうせ今すぐ終了するによろしいですか、はい、はい。